吉本ひかる、マイナビ、が、明治安田生命レディス、横浜対野菜最終日で、プロ7年目にして、初めての優勝を果たしました。彼女は、首位から出て、69で回り、通算19アンダーで日本職場の佐々木翔子と並び、2ホール目のバーディーでプレイオフを制しました。彼女は、ドライバーで200ヤードを飛ばせなくなるなど、 苦しい時期を経験しましたが、デリューから142試合目で頂点に立ちました。彼女は1918年生まれの黄金世代の12人目の優勝者となりました。彼女は何度も悔し涙を流してきましたが、今回は嬉し涙に変わりました。彼女はプレイオフの2ホール目で9メートルを沈めるバーディーを決め、初優勝を果たしました。 彼女は待ちに待った瞬間に泣きました。長かったです。なかなか勝てなかったけど、優勝できると信じてやってきた。嬉しいです、と彼女は語りました。彼女は2017年のプロデビューから142試合目で優勝しました。これまでに2は3度なっていました。また、彼女は19年の富士山系レディスクラシックなどでも 最終日を首位で出場していましたが、すべて悔し涙に暮れていました。プロゴルファーの吉本選手は、制御不能で飛ばず、飛距離は190ヤードまで落ちたと語ります。彼のプロ生活は辛いことの方が多かった、とのこと。4度目の最終日首位スタートとなったこの日も、負の歴史を再現するような苦しい戦いとなりました。9番で、 左ラフからの2打目をシャンクし、先にボギーを打ったため、第1ラウンド以来、59ホールぶりのボギーを記録してしまいました。2打の貯金は前半で使い果たし、首位を譲った佐々木選手との差は、12番では3打に広がりました。しかし、悔しい日々が吉本選手を強くしていたようで、今までなら9番のボギーでズルズルと言っていた。 でもいろんなことを経験したおかげで頑張ることができた。最後まで笑顔を絶やさずにプレーしようと思いました。と語っています。彼は残り6ホールで3バーディーを奪って持ち込み、プレーオフに突入しました。1ホール目は緊張して手が動かなかった。と3メートルのバーディーパッドを外してしまいましたが、今度は絶対にカップをオーバーさせると弱気を封印し、 2ホール目でバーディーを決めました。悪い時の思い出が蘇ってきた。でも、素晴らしい景色を見ることができて嬉しかった、と。ドライバーの平均飛距離が230、240ヤードに戻った24歳は、家族や周りの人々の支えがあったからだと涙ながらに語った。彼は黄金世代の12人目の優勝者であり、 自分は自分だと思っていたけど、焦りはあった。一生できたので、二勝目、三勝目を目指していきたい、と話した。この日をもって、泣き虫光るは卒業することになった。また、四日間、ルえと同組でプレーした明治安田生命所属の勝みなみは、六位に入賞し、米ツアーについていろいろ話が聞けてよかった。向こうでも一緒に回りたい。 と話した。第2ラウンドからボギーなしで10位に入った西村優奈は、今大会を最後に渡米して、米ツアーに挑戦することになり、大立場だったので、もう少し前半で冷たかった。米ツアーは楽しみで、ワクワクしている、と話した。最終日には、家族全員が応援に駆けつけた。姉の百花さんを、 グリーン脇で優勝を見届けた際に涙が止まらなかった。プレイオフでバーディーが入るとは思っていなかった。びっくりしました。一生懸命頑張ってきた結果で、よかったです。と語った。百花さんは、一歳年下の妹のキャディーを何度も務め、妹が苦闘する姿を間近で見てきた。自身は、ティーチングプロを目指しているが、24日に開幕する、 アクサレディスでは、今季初めて姉妹でタッグを組むことになった。二勝目は一緒に取りたい。と、吉本さんは弾んだ声で話した。吉本さんは1988年生まれの黄金世代の初優勝者で、12人目の選手となった。昨年4月の富士山系レディスクラシック。 で、優勝した高橋彩華以来の快挙だ。通算勝利数は40勝となり、世代別の優勝者数では最多となった。2番目に多いのは、有村千恵、原恵里奈、安、孫樹ら、1987年生まれの10人だ。吉本さんは19、1919年2月25日なせまれて、現在24歳、滋賀県高島市出身で、 両親の勧めで9歳からゴルフを始めた。この人は2017年にプロテストに合格し、2019年には賞金ランク28位で初めてシードを獲得しました。さっきはメルセデスランク67位でしたが、今季はキューティランク28位の資格で出場します。彼女の生涯獲得賞金は約1億1 6 9 4万円で、 身長は152センチ。体重は53キロです。吉本選手の富士山系での涙を覚えている。すぐにでも優勝するかと思ったが、あれから長かった。今回は粘り強く、そして笑顔で回ってたのが印象的だった。強くなったなと思う。おめでとう。佐々木選手も素晴らしいプレーでした。どっちも優勝させてあげたかった。 アマデステップも勝ちプロ入りだが、黄金世代凄す,すぎて不調もあり埋もれてしまってた感じだったが、副長傾向から来てくれました。シーズン早い段階での優勝は、気持ち的にも余裕出るので、姉さんと2勝目楽しみです。放送で言っていたが、吉本ひかるは、17年プロテスト一発合格のプロ7年目で今年24歳なんだってね。17年は、 4試合出場。ベスト10が1回、24歳といえば、今の女子プロゴルフ界では、中堅のうち、写真の顔も24歳の年相応の顔になっている。ここ数年、この年代の人やその下の年代の人はアイドル売りをされてきたが、それよりも、前の時代にアイドル扱いをされてきたコーズマコトノが、可愛いと言われるのも30歳まで、と言っていた。 それを考えると、今の教会、マスコミの選手のアイドル売りが虚しく思えてくる。30歳前後になったら飽きられるだけ。プロの選手になったら、本質的には昔も今も一緒。実績を積み重ねるしかないというのは変わりないのではないか。佐々木さんとの見事な一騎打ちでしたね。見応えあって、佐々木さんの17番バーディーは、ほんとワクワクさせてくれました。 どちらが勝ってもおかしくなかったですけど、今回は吉本さんに勝利の女神が微笑んだと思います。おめでとうございます。昨日は笑顔の中にも勝負師の顔があったと思う。難勝もできる人はすごいけど、やはり初優勝した選手の涙はいそれにしても、世代とくくられるとなんか窮屈だな。初優勝おめでとうございます。 努力が報われるのはとても嬉しいことです。最後まで何が起こるか、流行りのようで耳障りな言葉だけど、まさにその通り、諦めちゃいけない、腐っちゃいけないと、自分に言おう。すみません。あなたが勝っても全く嬉しくはありません。強い人が勝つべくして勝つ。それを望む人もいるんだよ。大谷さんと一緒さ、優勝おめでとうございます。 過去の経験が生きた素晴らしいラウンドでしたね。17番の苦しいパーパットの時も、笑っていたから、入ると思ったよ。ずっと応援していたから、嬉しいです。優勝スピーチがとても良かった。これから注目していきます。女子ゴルフで30過ぎて活躍できるのは、ほんの人にきりもいないよね。短命なスポーツだよね。黄金世代は死後だね。 吉本ひかる選手が、女子プロゴルフ、明治安田生命レディースの最終日にプレイオフを制し、ツアー初勝利を挙げました。彼女は滋賀県高島市出身で、同県出身選手として初めての快挙となりました。県ゴルフ連盟や三立森泰蔵知事、地元の高島市の福井正明市長ら関係者は、